身長ビヨーン、医師医学科学生成形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日ですね、身長先生聞けのパート10ですね、いつもですね、皆さんからはですね、身長に関する疑問いただいた内容について答えていくコーナーをさせてください。皆さんはですね、身長に関する疑問ありましたら、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。今日はね、11個の質問について、ね、答えていきたいと思います。M さんですね、いつもね、動画楽しみにしておりますということで、息子を中にサッカーをクラブチームで主要やっていますが、あまり激しい運動していると運動でエネルギーや栄養を消費してしまったりして身長まで回らないなど影響が出たりしますか。あと C バイオスグッド身長に影響しますかってことですね。2つの質問があるんですけど、1つ目の質問です。運動しすぎることによって身長が、ね、伸びなくなるという心配ね、これはですね、まあ、ある意味正しい部分もあると思います。例えばちょっと極端ですけども、運動しすぎてエネルギーが補給されてないような状況だと当然身長伸びるのは阻害されます。誇張した表現になるけどね、栄養失調みたいな、ね、そういったの表現になってくると当然身長の伸びはね悪くなってしまうので、スポーツされてかなりエネルギーをね放出する、まあ、体の中が出ていくのであれば、それもやっぱり入れてあげる必要があると思います。それを管理する上においては採血データ少し見たりだとか、一番分かりやすい体重管理かなと思います。極端に痩せすぎてないっていうところ、そういったところにしっかり管理していくことが日頃のデータとしては大事になってくるのではないでしょうか。まあ、少なくともね、痩せすぎないようにだけまあご注意ください。太りすぎもね良くないんだけどね。はい、あと C バイオスグッドってことで、オスグッドはねつい最近の動画でお話した通りなので、ちょっと割愛させてもらって、シーバーに関して言うと、これですね、まあ、足のかかとの部分の骨端線の病気というかですね、小さな子供が痛みが出る場所なんですけども、これもですね、オスグッドと答えは同じで、関係ないということはないと思います。ただし、心配する必要はないかなというような感じです。さらになんですけども、オスグッドは大人になってからもね、症状残ったりする方もいらっしゃるんですけど、シーバー病でずっと痛みが残ってる方ってほとんどいないので、オスグッドよりもシーバーの方が気にしなくていいかなと思います。オスグッドはね、こちら、身長先生に聞けの価値かな、ぜひ見てください。はい、次ですね、 M さん。息子は2年間の成長スパートが過ぎ、緩やかに成長する時期に入っています。現在12歳1ヶ月160から162ということなんですけど、あと何センチで伸びますかということですね。まあ、いつもねこの表を使っていきましょう。現在のデータからですね、単純にこの下にグーッとスクロールしていくと181から 182.5 のペースであることがこの表からね分かります。一方で2年間の成長スパートがもう過ぎたっていうふうな表現が書いてあります。おそらく10歳から12歳ぐらいにかけてスパートが来たのかなって印象になります。一般的にですね、成長スパートっていうのはだいたい11歳の後半ぐらいから12歳の後半ぐらい、まあ、そういったような時期に入ってくるので、そういった意味だと今回は成長がすごく早いタイプ、まあ、いわゆる早熟タイプっていう表現になるので、この表でいくと単純に下に降りるのではなくて、ちょっと左の方にねシフトしていくことが推定されます。仮に成長がですね、まあ、2年間成長が早いというふうに推定します。その場合ですと青いところで印つけたんですけども、14歳0ヶ月161センチだと 169.8、まあ、つまり170センチのペースに入ってくるので170っていうような数値も考えられるかなと思います。ただ少なくともこのデータだけだと170まで伸ばすのは十分可能な印象になってまいります。あとね、どれくらい成長が早いかというところがね注意点かなと思います。もちろんね、これが3年間成長が早ければ170センチでちょっと厳しくなってくるかなと思いますので、本来であれば採血やレントゲンなどでしっかり判断していただくといいのではないでしょうか。次ですね、 S さんで16歳3ヶ月で 158.5 センチのペースってことで、こちらで、ね、またデータ表を一緒に見ていきましょう。で、最終的に何センチになるかってとこですね。例えばこの方のデータですと、ちょっとね、この15歳14歳13歳のところは今回データに示してないんですけども、それはですね、これよりもさらに左の方に記されていて、まあ、一言で言うと半熟タイプであることがこの方の場合ですね、わかります。つまりこの方は単純にこの身長伸びていれば 160.0 センチのペースなんですけども、半熟なので、この表で言うと右にシフトすることは推定されます。今回はですね、まあ、黄色いライン 161.5 から 164.5 ってところね、ラインを引きましたけど、そういったところに落ち着くような可能性が高いのではないでしょうか。次ですね、 N さんですね。16歳で180センチってことで、将来185が190を目指しているってことですね。今回特徴的なデータとして、この半年間で5センチ伸びたって書いてあるんですけど、もう強烈ですね。5センチ。半年間で5センチってことは、年間成長率で10センチペースになってまいります。いつもね、お伝えしている通りなんですけど、成長期の後半になってくると、昨年伸びたセンチの大体半分ぐらいの身長伸びます。なので簡単に言うと、今年ですね、このペースで言うと大体年間10センチ伸びるわけですから、普通に考えれば、次の年は5
2.5センチ、その次の年は 2.5 センチっていうような感じで伸びていきますので、単純計算で言ってもですけども185は今のペースであれば余裕だと思います。なので、まあ、むしろ190目指して頑張っていただいてもいいのではないでしょうか。あとはね、くどくなっちゃうんだけど、採血かレントゲンを取るとより正確に分かります。次、王さん、第二次成長期を過ぎても身長コンスタント伸びるものなんでしょうか。これ、ね、今まさにね、本当いいデータをね共有したかなと思うんですけど、第二次成長期を過ぎてくると基本的には昨年伸びた身長の半分の身長伸びるようなイメージでいただくとほぼ間違いないかなというか、統計学的にはね、そういったところが一つの答えになってくると思います。もちろん例外は存在すると思います。次、 Y さん、前も質問しましたが、硬い顎ひげが生えてきたら成長が終わった合図というのは本当でしょうか。硬い顎ひげが生えてきたら成長が終わったって表現ね、まあ、結構厳しい表現かなと思うんだけども、かなり終盤であることは間違いありません。で、実際私の頃にもですね、たくさん最終身長を迎えた方がいらっしゃいますけども、そういった方でもですね、硬い顎ひげボーボー生えてる方は少ないので、やはり硬い顎ひげ生えてるっていうのはかなり成長でいうと終盤というような表現になってくると思います。ただし、それで判断あくまでもするのではなくて、本来であれば手の骨端線だったりだとか骨再生の反映だったりだとかですね、そういったところを元にですね、成長が終わったというような表現をねする方がより正確だと思います。次、 M さん、未成年タバコを吸うと成長止まりますか。もうこれ絶対ダメです。ブーブーってことで、タバコだけはね絶対やめてくださいよ。次、 M さんで、10歳0ヶ月138、11歳0ヶ月143、12歳0ヶ月152、13歳0ヶ月161、14歳0ヶ月167、15歳0ヶ月170ってことで、将来何センチいくかってことですね。これもね、超いいデータでね、ほんと面白いんですけども、こちらのデータですね、ちょっと一緒に共有しましょう。今回のデータ特徴的なのは、もうシンプルにこの表でいくと、上から下にこうスーッとですね、右を倒せずスーッと降りてきてですね、それどういうことを意味してるかというと、非常に日本人の平均的に身長が伸びているっていうような形になります。なので、こういう方の予想って結構やりやすくて、かなりの確率で 172.8 から 174.5 の間に落ち着くんじゃないかなというふうに思います。ただし 176.3 ぐらいであればね、行く可能性もあるかなと思うので、ぜひね、諦めずに 176.3 ぐらい目指していただくといいんじゃないかなと思います。次が S さんですね、精神病の薬飲んでいるんだけど身長に影響しますかということで、精神病の薬っていうのはかなりいろんな種類があるのでコメントが難しいです。ただし、精神病の薬を飲むことによって身長低くなるっていうのはデータは多分ないと思う。ただし、飲まなくていい薬だったら飲まない方がいいかなと思う。基本的には精神科先生がね、飲まなくてはいけないという判断のもと出されているので、まあ、それは飲むしかないと思います。次、 T さんですね、12歳1ヶ月146、13歳1ヶ月158、14歳1ヶ月168、今14歳7ヶ月171センチということで、将来的に何センチになるかってことですね。こちらね、データ共有させてください。今回はデータがですね、左から右にこう大きく横断しているようなタイプのデータになります。先ほどね、共有させていただいた方のデータは上から下にこうストーンと落ちてくるタイプで、そういう方のデータは非常に予想がしやすいんですね。その一方に対してこういう風にシフトするタイプの場合は非常に予想が難しいです。ここからですね、左にガーンと落ちるかもしれないです、右にガーンと進むかもしれないし、本当にそこは難しい。本来であればレントゲン採血を行うと、まあ、ここからですね、右に行くのか左に行くのかは予想をつけることができます。ただ採血やレントゲンのデータがないので憶測なんですけども、単純にですけども、このまま下にシフトしたと思います。そうすると 176.3 から 178.0 っていうのがまず最初の一つのデータになってまいります。それに対して思春期開始時の身長がその人の最終身長を決めるというふうに言われることも多いので、そうするとこの子のデータはここから左にシフトする可能性もあるかなと思います。そういった意味だと 174.5 とか視野に入ってくるかなと思います。そのデータだけだと一応 174.5 から178が最終予測になってまいります。ただしね、もしかしたらさらにもっと右に行って180とかのペースに乗っかってくるような可能性もあると思います。次ですね、 N さん、陰毛が生えるというのは産毛が少しも生えたりですか、それともしっかりとした毛が生えたりですかってね、これ評価難しいですね。こういうふうに評価が難しい、本人の申告もですね、非常に曖昧であることからですね、こういったのはですね、データがね、ブレるんですけども、なので早いデータだと11歳ぐらいからね、陰毛が生えるというデータもあれば、遅いデータだと14歳ぐらいでね、陰毛が生えるというデータのブレがあるのも取り決めは非常に難しいので、そういったデータのブレがあるというふうにも言えます。最終的に身長で予測するって意味だと、産毛が少しも生えてきたらチェックポイントに入ってくるかなと思います。はい、参考になりましたでしょうかね。はい、今日もですね、たくさんね、身長に関する質問を答えていきましたが、いかがだったでしょうか。今後もですね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長の場所の方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。